1988年からトーキングブルースを始めまして時折この大阪にやってまいりましたがだいぶ時が空いてしまいまして久方ぶりの緊急事態宣言とはいえこの大阪にやってまいりましてこの日曜日の昼下がり客席の空席を開けながらも多くの人が集まってくれたことに本当に私古舘一郎としては嬉しい限りであります今生で袖で喋っておりました皆さん方の表情はこうしてほの明るい 暗い感じから見えるととても嬉しいものがありますこうやって見てみると本当に多くのファンが来てくれてるんだということが嬉しくてありませんそれにいたしましても大きく変わりました私は新大阪の駅について地下の商店街などを歩いてまいりましたそうマスクをしながら緊急事態宣言感染対策を取りながら見てまいりましたがやはり大阪に来ると名物というものを手に取って食べたいという衝動に駆られて私はいくつか買い求めてしまいましたまずはネーミングが素晴らしい まんじゅうであってもここまで宣伝されてそして風雅な名前があるでしょうか月化粧ホテルに戻って食べてみたらくるみの味わいがほんのりして本当においしゅうございましたさらにはまたこれは買ってやろうということであまりにも有名ですいずれにいたしましてもこの大阪の方々はこの夏場に関しては東京以う,うに大きく盛り上がったことでありましょうあの甲子園の決勝を思い出してください和歌山と奈良の対決智弁対智弁すごい試合じゃありませんか ラジオの実況アナウンサー中瀬と言っても程があります大変ですラジオの実況はさあ智弁対智弁けたたましいサイレンの音とともに決勝が始まりましたさあ智弁のピッチャー振りかぶって投げた打った智弁打った智弁打ったレフト深いぞレフト取った智弁取った智弁取って投げた智弁走ったスライディング智弁ナイスプレー何言ってんだか分かりませんこのぐらいにさせていただきたいと思います <laughs> いや嬉しいです 本当にね来てもらってねなんか久々なんでねグッと来ちゃうんですよね本当に本当にでもねそんなグッと来てる場合じゃなくて一生懸命喋んなきゃいけないテレビで子どもたちに語り聞かすなんてあんなことをやったら大問題になるよ他方面からいいっぱいクレームが来るだから俺はここで桃太郎こういうふうに憲法改正の前に桃太郎を改正すべきじゃないかってことをちょっと語るんで これもし気に入った人は1人につき10人に拡散してこれからの話をそうすればその一人一人がまたは10人に拡散したらねずみ算式に俺の言ってることが通用することになるからね改めて重ねて言う今桃太郎が危ないこれからみんなに聞いてもらいたいとプロレスに興味のない方も聞いていただきたい猪木の自己犠牲を図りながらも全身アントニオ猪木として。 人々の要望に応えてきたというその源流は何かの旅路実況講談アントニオ猪木を申し上げたいと思います猪木は語る冗談じゃねえどいつもこいつもエンタメなんて言言葉がない時代にはやれやお長だのシだの必ずプロレスは揶揄されるんだ。 こんな命がけで体張ってやったってそう言われるんだファン以外にはえどうしたらいいってんだ相撲の疑惑が立ち上がったりプロ野球の疑惑が出るたんびにプロレスが引き合いに出される「分かった俺はこうなったら己とプロレスというジャンルが世間から市民権を与えられるまで身を削ってやってやろうじゃねえかそもそも猪木寛 昭和32年のことでございます東京は隣の神奈川の横浜鶴見のこと猪木31歳大木金太郎45歳だいぶ年が離れておりますがおっと試合前の簡単なボディーチェックレフリーによりますルール説明を行っている猪木はすでに臨戦態勢黒いショートタイツそして 大木金太郎はというと先輩格として風格を見せるためかロングガウンを身にまとってまだ堂々たる風情でああっといきなり猪木が顔面にパンチを浴びせていったもんどり打って倒れる大木金太郎あまりにもひどい奇襲攻撃でありますさあアントニオ猪木の声なき声が聞こえてくる大木さん ファンは知ってるんだよ俺らの因縁浅倉の関係をそんなことに順当に受けるようなそった物語を見せたんじゃ客は喜ばれそんな予想を全部裏切るようなとんでもない戦慄のショーの幕開きといかなきゃファンは収まりがつかないんだとばかりの奇襲攻撃だこれに勝った大きいそのまま試合になだれ込んでありがとうございます はい、本当にありがとうございます。